16インチ手法を制射する戦艦アイオア砲塔は、下砲の捜査員や機構を保護すると同時に、様々な方向に照準し発射できるようにする装置である。下記の光景による重砲の区別に応じて、小さいものは銃灯とも言う。ここでは、砲塔の全段階的装置である方角も合わせて解説する。砲塔は、通常、 兵器を搭載する回転式のプラットフォームであり、体艦用の陸上砲台など要塞化された建造物、構造物のほか、走行戦闘車用、水上艦艇、軍用機にも取り付けることができる。砲塔には、単数、または複数の機関銃、機関砲、大口径砲、ミサイルランチャーを装備することができる。また、有人操作のものも、遠隔制御のものもあり、 装甲が施されていることが多い。小型の砲塔や大型の砲塔に付属する副砲塔はキューポラと呼ばれる。ただし、キューポラという用語は武器を搭載せず、戦車長などが観測のために用いる回転塔を意味する場合もある。砲塔による防護の目的は兵器とその操作員を戦闘による損害、天候、周囲の状況。 自然環境などから守ることである。砲塔の語源は、要塞において建物や城壁の上に建てられた防御用構造物、小塔に由来している。これに対して地面に直接立っている構造物は、塔と呼ばれる。近代以後は、回転機構にターレットの故障が付されることが多く、砲塔の方が一般化していることが伺える。初期の砲塔は円形に近かったが、 砲の強大化に加えて全面に厚い装甲と M3、D 砲角は、乗車や小舟に採用された砲塔の前、段階的な砲座。上角や船体、車体に直接砲をマウントする形式。砲を左右に向けることも可能だが砲塔に比べると、社会は限定される。19世紀中頃に大口径、乗車艇の方が開発されたが、古典的な設計の戦列感は、 両原則方向に砲を並べており、砲は方角内に収められることが多かった。当然、社会は狭くなるが、小舟では、マスとほか、搬送用の柵具類によって、甲板上に大型の砲塔を乗せることが事実上不可能なため、船体内に直接、を装備せざるを得なかったのである。初期は、ただ単に壁に穴を埋まっただけで、 隣り合った方角同士も仕切りがない形式が普通で、被弾に対して危険であったが、後には装甲や個別に放出を持った方角も出現した。方角は砲塔に比較して製造コストや重量面での利点、基本的に人力で操作可能なため、軍艦の副砲用として、広角法が出現する以前までは、捨てれることはなかった。最初の戦車であるマークアイ戦車やフランスの 三射門突撃戦車など初期の戦車にも方角が採用されていた。後に他方向の敵に素早く対処できる旋回砲塔が一般化したが、砲角式には低コスト、量産性や軍艦よりもはるかに小さい車両においては砲塔に比べ低重心で走行重量も小さく、同規模の車体により大型の方を搭載できる等の性能上のメリットも大きく、 急激な戦車の性能競争の中で、戦術上十分な手法を砲塔に搭載することの難しさから、M3 中戦車や突撃砲など砲、格式を選択した車両も多い。砲格同様に、機関銃を備えたアフフの前方、速砲銃座は、普通、単に銃座もしくは、マシンガンポート、ガンポートと呼称される。砲格は安定性の問題から、 特に重砲配置の砲角は、喫水船近くに置かれることが多かったため浸水に弱く、高天寺はしばしば操作に困難を生じた。これに対して、甲板上にある砲塔ならば高天寺でも安全に操作が可能な上、より少数の砲で艦の両面のどちらにも照準できる、ため、動力革命が起きて軍艦が搬送の首引きから解放されると、各国はこぞって、 砲塔を採用していくこととなる。最も早く砲塔を搭載した軍艦の一つは、アメリカの装甲艦、モニターであり、全周回転式の装甲ドラム一機に、先込め式のダールグレン砲二門を搭載していた。また別の方式として、路砲塔は、砲身の装填、回転機構部だけを装甲を持つバーベットで防御した。砲座は、バーベットの中で回転するが、砲身は、 バーベットの円の上に突き出すことになる。後の設計では、頬及びバーベットに屋根のように装甲板をかぶせたフード付きバーベットが開発された。1895年に収益したマジェスティック級戦艦。1897年に収益した藤型戦艦は全面装甲式の連装砲塔を持つ近代的な戦艦として登場した。 1908年に登場したアメリカのサウスカロライナ級戦艦では、中心戦装備法の社会を広げるために、前後とも2機の砲塔の高さに差をつける、背負い式配置が採用された。これは、戦隊構造を強化しようと、全種砲塔を艦の中心戦へ移動させたために必要となった措置である。この新配置は、同時代のイギリスの戦艦、ドレッドノートとは、交代称である。 ドレッドノートには多くの革命的な点があったものの、依然に機の原則方塔を持っていた。サウスカロライナが浸水するまで、背負い式配置の価値が実証されたことはなく、当初は前のキアサージ急戦艦、バージニア急戦艦で採用された手法と副砲を積み重ねる二階建て方塔の弱点が繰り返されるのではないかと危惧されていた。さらに大きな進歩を遂げたのは、 艦中央部の旧砲塔を廃して、砲塔を減らす代わりにさらに大型の砲を搭載した、日本の混合型巡洋戦艦と、前後ともに主砲塔を背負い式配置とした、イギリスのクイーンエリザベス旧戦艦であった。第一次世界大戦期の艦艇は一般に連装砲塔を採用していたが、大戦艦から第二次世界大戦期の艦艇では3。 連装砲塔やさらには4連装砲塔もよく見られるようになった。これは砲塔の総数を減らし、装甲防護を改善できる効果があったが、フランス式4連装砲塔は信頼性は高いが、内部構造が極めて複雑になり、イギリス式は簡略だが、信頼性は低く、実用上は不便であることが分かった。軍艦において、史上最大の砲塔は、 第二次大戦中の戦艦のもので、重装甲の閉鎖戦闘室によって、多数の砲員を保護していた。大型戦艦の主砲の口径は、通常12インチから18インチであった。46センチメートル砲を搭載した戦艦、ヤマトの砲塔は、一機で約2500トンの重量があった。戦艦の副砲では、通常5から6インチであった。より小型の艦艇には3インチか。 もう少し大きな方を搭載したが、これらは、ほとんどの場合、砲塔を必要としなかった。砲塔の動作原理を示した動画。これは、イギリスの BL42 後継15イン法のマークアイ砲塔を元にしている。上のアメリカの砲塔のレイアウトと用語を比較すると、良い海軍の用語としての、砲塔は、伝統的に、砲の全機構が回転し、 円柱形の基部が艦板を貫いて艦内に伸びているものだけを意味する。上艦板より上に出ている回転部分は放出と呼ばれ、砲の機構と操作員を保護するとともに、ここで砲弾の装填が行われる。放出は回転するローラーの台座に乗っており、物理的に艦隊に固定されてはいないため、もし艦が転覆した場合には、艦隊から落ちてしまうはずである。放出の下からは、 円柱形の基部が伸びており、弾薬の取り扱いを行う作業区画と、管内の弾薬庫、火薬庫から砲弾と装薬を上げる昇降機が入っている。昇降機には、砲弾と装薬をまとめて上げるもの、別々に上げるものがある。作業区画と基部は放出とともに回転し、まとめて装甲を施した防護バーベットの中に収められている。 バーベットの下場は、主装甲甲板にまで及ぶ。砲塔の一番下には、溶弾薬室があり、ここで、子、薬庫から出した砲弾と創薬が、昇降機に乗せられる。溶弾薬装置と昇降機は、砲塔基部の子、薬庫から砲弾と創薬を運搬する複雑な機械である。砲弾の重量が1トン前後にもなることを考えれば、昇降機は強力かつ迅速に砲弾を、 運搬できなければならない。動画に示した15インチ砲塔は、装填と発砲のサイクルを1分間で完了できるようになっている。装填システムには一種の連動機構がついており、放出から弾薬庫までの経路が絶対に一度に開くことのないように、つまり爆炎が弾薬庫まで届かないようになっている。砲塔周辺の区画を兵員が移動するには、 防遠扉と昇降口を開閉して行う。大口径法では、通常、全動力式、または、反動力式の押し込み機によって、方法に重い砲弾と装薬を押し込む。砲弾を押し込むためには、昇降機と砲法が一列に並ばなければならないため、通常、砲弾を装填できる行格の範囲には、制限がある。つまり法は一旦装填行格に戻り、装填され、 その後再び標準行角に戻るのである。動画に示した砲塔では、押し込み機が法を収める課題に固定されているため、より広い範囲の行角で装填が可能になっている。原則砲塔ドレッドノート以前のアガメムノン。9.2イン中間法が原則砲塔に搭載されていた戦艦、ドレッドノート。両弦にそれぞれ12イン法を搭載している。 原則砲塔は、艦の中心線から外れて、原則や、スポンソンに配置された砲塔である。原則砲塔では異界が制限されるため、通常、片原の火力だけにしか貢献できない。しかし、砲撃戦で最も多いのは、片原砲線であるのだから、これは、原則砲塔の最大の弱点である。ただし、イギリスの戦艦、ドレッドノートのような配置では、原則砲塔が、 守備方向にも砲撃できた。これは、定時戦法を取られた場合の不利を幾分解消し、また、後方の敵に応戦することもできた。イギリスのインビンシブル級巡洋戦艦、ドイツの巡洋戦艦、フォン、デアタンのように、2機の原則砲塔が、いずれも、両弦真横に発砲できるような斜めにずらして配置する、試みもあった。しかしこれは、発砲時の爆風のため、時間の簡単に、 大きな被害を引き起こす危険があった。原則砲塔は1800年代後半から1910年代初めまでの主力艦や巡洋艦では標準的であった。また、ドレッドノート以前の戦艦でも手法より小口径の副砲には原則砲塔が使われていた。大型の走行巡洋艦では手法にも原則砲塔が使われることがあったが、 砲塔ではなく砲角を用いる方が多かった。当時や砲の性能と砲撃完成の問題から、光線距離が短く、昇降警報を多数装備する方が、敵艦の上部構造物と複砲を破壊しやすく、価値が大きいと考えられていた。1900年代前半には、砲の性能、装甲の質、艦の速力が全般に高まり、光線距離も伸びていった。結果として、 複砲の有用性は減少した。そこで初期の土球戦艦は11インチか12インチ後継の前大後継砲装備を行うようになり、その一部は原則砲塔として配置された。しかしこの方式は十分とは言えなかった。原則砲塔では原則正社の社会が狭くなるだけでなく、大型化する砲の重量による艦隊構造への負担が大きくなり、 適切な走行を施すことが、ますます難しくなったからである。また、後のさらに大型の方、例えば、アメリカ海軍最大の巨砲、マーク750口径16インチ砲は艦隊に、対する負担があまりに大きく、原則砲塔に入れることは不可能だった。現代の水上艦でも大口径砲を装備しているものは少なくないが、口径は通常、 3から5インチである。放出は砲気構の単なる対抗カバーであることが多く、強化プラスチックなどの軽い非走甲の素材でできている。また、現代の砲塔は自動化されているものが多く、砲塔内は無人で、球団システムに弾薬を補給する少人数のチームがいるだけに過ぎない。技術の進歩に伴い方の威力、発射速度、信頼性などが向上したことにより、 従来は複数の連想以上の砲塔で行っていた役割が単一の単装砲塔で行えるようになり多数の連想以上の砲塔を持つ艦船は少なくなった。昇降系の方では機関砲の原理で動作するものも多く砲塔を全く持たず単に簡単にボルト止めされていることもある。また近年ではステルス艦への搭載を想定して ステルス性を付与した砲塔が開発されている。ボフォースマーク3 5 7ト、mm、ル砲のステルス型や1 5 5トル a g s においては、非発砲時には砲身をシールド内に収容することで、ステルス性をさらに向上させている。戦艦史上最多の7機の主砲塔を乗せた、イギリスの土球戦艦、エジンコート軍艦の砲塔にはそれぞれ識別名があった。 イギリス海軍では、文字で、全部の砲塔は、前から順に、A、B、後部の砲塔は、前から、X、Y、そして、中部の砲塔は、前から、P、Q、R と呼んだ。一部に例外があり、例えば、C と呼ぶべき砲塔を、大道級系巡洋艦では、Q、ネルソン級戦艦では、X と呼んでいた。副砲塔には、P と S の文字を付し、 艦守から順に番号を振った。例えば、B1 は左舷の最も艦守寄りの砲塔である。しかし、例外もある。イギリスの戦艦、エジンコートには砲塔が7機もあったため、曜日の名前で、マンデー、チューズデー、サンデーと呼ばれた。ドイツ海軍では、通常、艦守から順に A、B、C であった。この時、無線用の符号を使って砲塔を呼んだ。 例えば戦艦、ビスマルクの4機の砲塔は、アントン、ブルーの、カイザル、ドーラとなる。なお、日本とアメリカでは、単純に前から、1番砲塔、2番砲塔、と、番号で呼ぶ。20世紀半ば頃まで多く建造、運用されていた要塞が有する砲台は、砲撃にさらされても、簡単には破壊されないように、延滞内に収められる、ことが多いが、 対応できる方向を増やすために砲塔化されることもあった。初めから要塞用に設計された砲塔はフランスのマジの線に設置された隠蔽式砲塔やフィリピンのコレヒドール要塞近海に設置された砲塔ドラムなどがある。これらの要塞用砲塔は固定式であるため重量制限をほぼ考えなくても構わないことから強固な防御力を持たせることができた。 要塞の戦略的価値が下落すると、要塞専用法の開発は、下火となり、既存の戦車や、艦船の砲内市砲塔ごと流用されることが多くなった。戦車が進化を遂げ、要塞が容易に迂回されてしまうようになった第二次、世界大戦以降は大規模な要塞が作られることが減ったが、迂回しづらいアイロを閉塞する意図などで要塞が築かれた。戦車は、 車体部分を埋めて即席統治化することができるが、初めから戦車の砲塔を要塞に埋め込んでしまうこともままあった。例えば、アルバニア、スイス、オーストリアなどで旧式戦車の砲塔をコンクリートに埋めて統治化とすることが行われていた。初の全州砲塔を備える戦車であるルナを FT-17 からして、後の第二次大戦前夜で、 マジの線を強化するための即席統治下として多数が設置された。対するドイツ軍も旧式化した戦車の砲塔を要塞建設に用いたり、新規にバンター戦車の砲塔を利用した統治下を開発し、防衛線に使用していた。現代では対艦ミサイルで代替され、姿を消していっているが、かつては重要港湾や海峡航路の防備のための 沿岸要塞ないし沿岸法が各地に築かれていた。沿岸法は海上目標を狙うためのものであるから海側さえ向いていればよく、全周周回する砲塔式の必要性はあまりなかったが、艦船や戦車の砲塔をターレットごと流用することがよくあった。前者の例では戦艦との交戦も想定し、 余剰となった戦艦の砲塔を利用した巨大なものも多く、戦艦の艦砲射撃にも対抗可能とされていた。後者の例では、対戦中のドイツ軍がフランス沿岸地帯に築いた大西洋の壁に露革したフランス製戦車の砲塔を設置したり、戦後のフィンランドがソ連から T-55 の砲塔を購入して沿岸要塞に設置していたりした最初は、 航空機の搭載基銃は決まった方向に固定されたか、単純な回転基銃下に取り付けられていた。スイベルは後に、基銃をどう向けても、基銃手がそのまま後ろに位置を保てる回転基銃下、スカーフリングに発展した。航空機の性能が上がって高高度、高速で飛行するようになると、天候から保護する必要が生じ、基銃座を囲い込んだり、シールドをつけるようになった。 イギリス空軍で動力式機銃刀を搭載した最初の爆撃機は1933年に初飛行したボールトンポールオーバーストランドであった。オーバーストランドは機種の機銃刀に一丁の機関銃を搭載していた。やがて機銃刀の数、搭載機関銃の数が増えていき、第二次世界大戦のイギリス空軍の銃爆撃機は通常3機の動力式機銃刀を備えていた。 特に機体後部の機銃塔には4丁の 7.7mm 機銃を備えていた。これはテールガンナーまたはテールエンドチャーリーポジションと呼ばれていた。またイギリスでは砲塔戦闘機のアイデアも生まれた。ボールトンポールデファイアントが実例であるが、翼内に前方固定式機銃を持たず操縦席背後の機銃塔だけを武装としたものである。このアイデアが生まれた当時は、 戦闘機の標準的な武装は、機関銃二丁だけであった。編隊を組んで飛ぶ重武装の爆撃機を迎撃する場面において、砲塔戦闘機の一団なら、側面、背後、下方からも攻撃でき、柔軟に火力を集中できると考えたのである。このアイデアは、爆撃機を攻撃する際には一理があったが、他の戦闘機と戦う際に実用的でないことが分かった。 砲塔の重量と空気抵抗のため固定機銃を装備した短座戦闘機よりも鈍速になる。にもかかわらず前方に対して攻撃が不可能なため敵戦闘機を追い抜くか並行することが必要という矛盾を抱えていた。この当時の航空機用旋回機銃や機銃等には乗員が直接操作するものが多かったが一部には油圧や電動で遠隔操作可能なものもあった。 特に B-29 爆撃機では、油圧動力の旋回銃刀を全方向に備えており、これにより従来の吹きさらしの銃刀と異なり、射撃手は機密室内に収まって遠隔操作することができた。ジェット機時代の到来により、爆撃機の自衛用機銃刀は廃れていった。とはいえこの時代にも、ボーイング B-52 爆撃機など機微に限定旋回のできる、 機銃座を備えていた機体は少なくなかった。しかしながらこれらのビブ機銃座も乗員数の節約、低ロードと速度の向上のため、間もなく廃止されていった。航空機の機銃等搭載位置は様々で、次のように呼ばれる。m 3 a 3系戦車の3 7ト、mm、ル戦車砲、M6 搭載砲等。乗員用バスケットがついている。 第一次世界大戦当時、イギリス軍の両系重戦車では左右スポンソンのケースメート内に火砲や機関銃を搭載していた。その先祖である試作車リトルウィリーでは上部に砲塔を搭載するための準備がしてあったのだが、車体中心にエンジンが装備されており、そこに砲塔が設置できなかったためである。同時期のフランス軍戦車では突撃砲のように 車体前方に下方を装備していたが、その後、ルノー FT-17 系戦車で、旋回砲塔が実用化され、現代にまで至る戦車の基本型がここに出現した。対戦間では、ソ連の T-35 やドイツの NBFZ のような陸上軍艦的ないかにも強そうに見える多砲塔戦車形式も流行したが、砲塔が増えた分、 防御が脆弱になり、多数の砲塔に対する指揮も難しくなる欠点を克服できず、複雑な構造から来る高価格と低生産性にも問題があったため、やがて主流は単砲塔形式へと戻っていった。現代の戦車では、砲塔は乗員保護のために装甲化され、一般的に百五から百二十五ミリメートル程度の大光景戦車砲一門を搭載し、三百六十度全周に、 回転する。ほとんどの賠手法同軸機基準を砲塔内に装備しており、これは敵不評の相当や近距離におけるスポッティングライフル代わりとして用いられる。戦車砲塔は通常二人以上の乗員を収容する。その他の走行戦闘車両でも用途に合わせて砲塔を搭載し、戦車砲以外の武装を備えている。不評戦闘車は昇降警報、機関砲 対戦車、ミサイルランチャーを単独か組み合わせて搭載していることが多い。イタリア軍のチェンタウロ戦闘偵察車、フランス軍の AMX-10RC、アメリカ陸軍の M1128、ストライカー MGS のように、戦車砲と変わらない1 0 5ミリメートル砲を搭載する送輪式装甲車両も実用化されている。現代の自走砲は、戦車よりも、 大きな口径の火砲を旋回式の砲塔に搭載していることが多く、一見して戦車のような外観になっているが、その装甲は限定的な断片防御が主で、戦車よりは薄くなっている例がほとんどである。ハンビーに搭載された装甲銃刀また、軽装甲車両や非装甲の戦闘車両、偵察車両などでも機関銃を装備した一人用銃刀を積んでいることがある。 1> 第1次世界大戦で使用された、イギリスのロールス・ロイス装甲車など、いくつかの装輪装甲車には走行化された、回転式銃刀が備えられていた。第二次世界大戦時においても、例えば、ドイツ軍の SD、KFZ-221 や SD、KFZ-222、ソ連軍の BA-64 のような、小型偵察装甲車には周囲を、 装甲板で追った銃刀が備えられる例が多かった。またこの当時、ジープや軍用トラックのような非装甲車両にも機関銃を装着することはあったが、これらの多くは銃刀への装備ではなく、剥き出しの銃界の装着が主であった。その後、例えば、ベトナム戦争に投入されたアメリカ軍の M113、装甲兵員輸送車の事例のように、もともとはキューポラに、 機関銃だけを装着していたが、いての被害を防ぐために周囲に装甲板が増設され、結果的に一人用の銃刀と化したようなケースもある。非走甲車両のハンビーにおいても似たような経緯があり、イラク戦争当時、ルーフ上の銃座のいての被害を防ぐために、現地回収で防だや防弾板が追加される例が多数発生し、その後オグプックやマクタックスのような正式装備として、 装甲化された一人用銃刀が開発され、運用されている。また、こういった相手の被害を防ぐための別のアプローチとして、遠隔操作式の無人銃刀も開発されている。直接の先祖は、ドイツ軍のスリー突撃砲やヘッザーの装甲上面に配備された 7.92mm リモコン機銃で、これは、車内から発砲は可能だが、銃弾の再装点は車外に出なければならなかった。 最初に実用化されたのは、イスラエルのラファエルにより開発された、ラファエル・オーバーヘッド・ウェポン・ステーションであるが、その後各国で、同様のコンセプトの遠隔操作銃刀が開発され、実戦配備されている。艦艦中央に大口警報を乗せるためには、ボムケッチのように航行能力の低下を忍んで邪魔な前方変装を取り払い、社会を確保する必要があるが、この配置は、 沿岸砲撃専用のボムケッチだから許容されるだけであり、紅葉型の軍艦では現実的ではない。例として、応力航海戦の日本艦隊機関松島は、鎮縁の手砲弾による左舷砲角飛弾により、集積していた弾薬が誘爆。砲角艦に核壁がなかったために砲各艦板にあった複砲軍が一気に壊滅してしまった。 キャプテン SW ロスキル RNHMS オースプイトクラシックスオブネーバルリテラチュアネーバルインスティチュートプレス 1997ISBN1 から 557507198AB ドイツ軍は旧式化した戦車から砲塔を取り外し車体を自走砲や牽引車弾薬運搬車などに改造していた残った砲塔が 要塞建設用の資材として流用された体液に伴い公開された沿岸要塞。ロシア語記事ながら動画と画像があり、砲座に砲塔が設置されていることが容易に理解できる。100? ありがとうございます。